こんにちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの西草クララダビデです。いつもありがとうございます。今日は2024年2月24日今朝受けた啓示をお伝えさせていただきます。それはもうね、ちょっとこれまでこう上げてきた動画、こう一貫してみんなね、こうつながっているんですけれども、こう戦争の気配を感じたというね、お話をしたいと思います。それで昨日もね、やっぱりこういう同様ですね。昨日はこう砂嵐を見たっていうね、動画で昨日の朝の啓示をお伝えさせていただいたんですけれども、もうこれね、砂漠の嵐作戦っていうので、昨日分かんなかったんですけど、今日これヒットして、砂漠の嵐作戦っていうのが、クウェートに侵攻したイラク軍を駆逐する目的で1991年に、まあ、こういう軍事行動がこうあったと。もうね、砂嵐作戦っていうのがもうすでにあって行われていたという、ちょっとね、これ恐ろしいこと、これの大きなことが、この時よりもね、もっともっとね、計画綿密に、またね、軍事の技術も上がってるでしょうから、ね、私たち多くの人たちがね、今見せかけのバブルで浮かれている時、水面下でこの準備が粛々と進められ、私たちに、なんか子育てで1人500円がやっぱり1000円とか、もうあらゆるこう方面からなんとか私たちをこう搾取して、そのお金はどこに行くのかと言ったら、まあ、ここに行くて、で今朝ね見たのは、こういう光景を私は見ました。こうね、暗い世界にこのね煙、戦争の煙だと私は思いました。この戦争のね気配の煙がふわっとこの世界に漂い始めたのを私は見ました。でこの煙、気配がこの世界に、まあ、満タンに溢れた時、私たちの目にも分かるようにこの戦争が始まるんだと思います。それではね、聖書を読ませていただきます。今日はね、2つお付き合いください。ヨハネの黙示録12章より、竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。去年ですね、空海が夏天に帰った。そして今年になってから、まあ、日本のね神社の神々とされている、まあ、大天使たちもこのイエス様のね軍勢に加わるために、ほとんどの全部ではありませんけども、ほとんどの神々が天に向かった。そのリーダーがね、伏見稲荷で、伏見稲荷だけまで私のところにおられますけれども、サタンはサタンで、このイエスの証を守り通そうとしている者たちと戦おうとして出て行った。準備を始めて、そして砂の上に立った。本当これ、ヨハネの黙示録の中の予言ですけれども、まさに、今だと思います。それからもう一つね、ヨハネの黙示録16章より、神の怒りを持った7つの鉢、また私は大きな声が神殿から出て7人の天使にこういうのを聞いた。言って、7つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。そこで大地の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印を押されている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。アーメン。今ね、まあ、2020年からあれがこうね始まって、で2021年からね、この地区が始まって、
てから、今2024年すごいね、あのがんが増えてますよね。あの体調変だなと思って病院行ったら、もう末期のがん、そこからもう1ヶ月もしないで亡くなるということ、あの私もこう見聞きするようになりました。まあ、それがね、こう悪性の腫れ物が、ま、蔓延する、これあの終末の時代の一つの、まあ、現れだと思います。でね、あのちょっと話変わって、やっぱりね、あのこうやって、ね、情勢が怪しくなってくると、ちょっと備蓄ね、話で、最近私がハマってるのがカロリーメイトで、もう15年ぐらいカロリーメイトね、あの食べてなかったんですけれども、あの今回あの備蓄するために、それからあの普段のね、あの栄養管理にも使えますからね、ちょっと忙しい時とか。それで、あのこのカロリーメイト一通り、あのバラエティーの揃っているのを取って、いろいろ食べてみました。今はね、メープルとかバニラとかもあるんですね。それで、あの私の好みは、あの1位チーズ、2位が、2位がフルーツ。あ、このフルーツの中でこうね、あの果物、ドライフルーツのチップが入ってて、そこをうまくこう噛むと、ちょっと苦くってね、フルーツ独特の苦味があって美味しいですね。で、だから、まあ備蓄するなら、私はあの好みですけどね、それぞれ、チーズか、まあ、チーズメインにフルーツ味かなって思います。ちょっとずつね、これあの備蓄していこうと思いますが、こちらはね、普通のカロリーメイトは製造からだいたい1年ぐらいなので、賞味期限がでね、探したら、賞味期限からね、3年っていうロングライフのカロリーメイトもありました。で、これね、チョコしかない、チョコ好きにはいいですね。ちょうどこれね、チーズとかあればすっごい嬉しいんですけども、でもあのチョコしかない、でもね、腹持ちもいいしね、万が一の時に、ね、お菓子としても、ただのお菓子よりもね、やっぱ栄養のバランスが一応入っていますので、もともとはね、大塚の、研究員の方が病院のね、点滴を見て、それで生み出されたのがあのカロリーメイトっていうことですので、備蓄にもね、いいのではないかと思います。と、やっぱりね、これやっぱりボソボソするので、水分でちょっとね、今いろんなこうトマトジュースもちょっとずつ取っています。今ね、ロングライフの牛乳とかもあるしね、少しずつ備えていきましょう。まあ皆さん、お好みでいいと思います。それからちょっと早いんですけれども、3月のライブ配信はこのような予定でやっていきたいと思います。いつもね、第4回目は第4水曜日なんですけれども、ちょっと3月だけ日曜日になりますので、ちょっとそこをね、間違いないように、ぜひ、本当今ね、ライブ配信が私一番楽しいで、みんなすごい人が集まってて、本当にね、こうね、練習も私一人でこう解読するのは難しいんですけれども、もう3人寄れば文字の知恵、もう10人ね、20人揃ったらもうそれ以上ですから、本当に皆さんに助けられています。ぜひぜひ参加してね、また応援していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は今朝受けた啓示、いよいよね、こう神とサタンとの戦争、第三次世界大戦なんてもんじゃないと思います。もうハルマゲドン、このもう宇宙を代表する神とサタンがのこう一騎打ちの準備に、もう両方が入っている。さて、私たちはどちらかを選ばなければいけない。私たちは神の子として、もうね、どんなことがあっても神の子として迷わず生きていきましょう。それでは今日はこの辺で、またね、バイバイ、光あれー。